ロンファン出てこないな。ルーロンファン、ルーロンファン、牛肉飯でいいか。ピンインが分かんなかった。あ、ルーローファンか。ルールーロー。こう？こんばんは。今日は公園でした。見て、無印良品でね、ルーロンファン買ってみたの。我吃ルーロンファン。いただきます。おいしい。ペッパーミル見たよ。そう、ハーフツイン、マリアとかもね、ハーフツインしてたんで、ハーフツインです。うん、おいしい。好吃好吃。なんか八角かな、本格的な感じの味がします。ダブルブーシーめっちゃうまい。お昼ぐらい美味しいですね。台北行きたい。八角買おうかな、なんなら売ってるのかな。美味しいです。うん、
美味しいですね。カルディエジピタ。確かにありそうだね、なんか。チリソースとかもさ、そこでたまに食べたりします。ほら、今まだ WBC やってるって今日、そう今日初めての。ルーロンファン好吃吗？真好吃。我喜欢ルーロンファン。ルーロンファン。
めっちゃ美味しい。そう、無印良品にあるの。いいですね、とっても。ちょっとご飯少なめにしたので、少なめにかけてた。多分1食分ですと思います。ですと思いますだと思います。そう、無印良品初めて買った。無事在パイベイマ。いろんな国にあるのかな、グローバルに。なんかさ、そういうお店ないのかな、福岡に。もうゴリゴリの八角とかめっちゃ使ってて、行った気分味わえますみたいな。幸せ。なんかさ、お野菜とか買って野菜スープとか作ろうかなって思ったけど、今日ちょっとお疲れなので。うまっ。ちょっとお疲れなので、なんか買って帰ろうって思って。めちゃめちゃ美味しい。ウェイハイキッチン、みなと。うーん、辛いの。うん、私スナッパハっていう、もうスパイスが売りのカレー屋さんあるんですけど、そこ行く時もとても辛さ控えめでって言うんですよ。ほぼ赤いっちゃけど、スナッパハのカレーって黄色なんよね、私が食べる時。っていうぐらいちょっと辛さ苦手なんですけど、ちょっと調べてみる。うん、好吃。うんうん、最高ですね、本当に。うーん、うん、なんか見たことある大堀くらいのとこが。美味しそう。いいね。ランチあるのかな。なんか中華ってさ、結構大皿のイメージがあって、一人で行くとさ、結構いいね。麻婆豆腐ランチいいですね。本格麻婆系ね、素敵。うん、定食もある。なんだこれ、ウェイハイ。あ、ウェイハイっていう、ウェイハイ、なるほど。素敵ですね、とっても。あー、美味しそう。うわー、最高や。もう美味しい。すごい、なんかいっぱいお店し、なんかファンの皆さんのがさ、
宇宙拳すごいスト2みたいな、なんかスト2のあれだりそう。中華開拓したいですね。が二の二に行くことが多いけどさ、二の二めちゃくちゃ人多いからなんかいっぱい知りたい、そのお店をね、中華料理とか。桃色路地裏、うわ、すごい、なんか、あ、四川料理、台湾料理いいですね。もう最高じゃんね。ブックマークつけとこ、最高や。リンあ、中国在林堂の間大名、めっちゃいっぱいお店ある。平尾最高ですね。ゆかちゃんと初めましてできるの緊張する、嬉しい。楽しみだね。そう、おしゃべり会、会場でおしゃべり会が1ヶ月に1回ぐらいあるんですけど、それがもう全部完売しました、おかげさまで、ありがとうございます。あとコンシングルが久々の選抜復帰だから、皆さんすっごいね、おめでとう言いに来てくれるんかなとか思ったりして、とっても嬉しいです。あと7月のオンラインだけねあるので、おしゃべりしたいなって思ってくれた方はぜひぜひ、今ならまだ間に合いますのでお待ちしてます。美味しかった。しきメロディ、レディオネーム、タラカラン、正しいの切なさを
ハーフツインです。ねえ、ゴールデンウィーク楽しみだね。舞台があって、それからお話し会もあって、嬉しい限りです。好きなんだ、ハーフツイング。ツインテールはあんましたことないけど、なんか髪の長さがね、そんなになんかちょんってなりそう。まあなしじゃないですね。いつかやってみようかな。今日なんか髪の毛あんま収まんなさそうだったので、ハーフツインにしました。最近毎日親知らずに抜きたいっていうことしか考えてない。ハーフツインも自分でできたらいいのにな。なんか難しいんだよね。どこが取られとんやろ。ここだけかな。この上だけか。これ把握したらできるようになるのかな、自分。野球。
公園前でお弁当出ない。お弁当出たんだけど、ちょっと今日17時開演で12時集合だったので、ちょっとお昼過ぎご飯みたいな気持ちで食べた。ウェイシラーズは変な生え方してるの。もうなんか生えてないまだ。ちょっと顔出し、ちょっとこんぐらい、こんぐらいしか顔出してない。ツイッターでもっとおしゃべり会のやつ買ってくべよかって言ったら見かけれない。そうなんよ、なんか買え、まだ買ってなかったっていう方もいたりしたんですけど、もう結構受付から時間経ってたのでね。なんか逆に始まってすぐとかに売れちゃってたら本当に買えなかったっていう方とかね、いたかもしれないけど、結構時間経ってたので意外と買えた人がね大半だと思います。でオンラインもあるので、もしお時間が合えばお話ししたいですね。ぜひぜひ。まだ夜は寒いですね。
なんかさ、モコモコのさ、ジェラピケのパジャマをさ、あ、そうだ違う、ジェラピケの話、ジェラピケのさ、モコモコのパジャマをさ、もう実家にね、持って帰ったのよ。結構かさばるし、お洗濯するとき大変やなとか思ったりして持って帰ったんだけど、寒いね、普通に。今、三角上下の T シャツで寝てるの、毎日無印良品でシーツを買いました無印マニア。今実家から持ってきたなんか緑のねボックスシーツつけとっちゃけど、白いお部屋にねしたいんですよね。白基調のこのシーツもお気に入りやから、実家のやつも洗濯のねサイクルでちょっとやっていこうと思ってるんだけど、今1枚しかなかったから、お布団とかもなので、無印良品で買ってみました。無印はよく行くの？なんかね、普通に好きなんだよね。だからちょっと行きたいね。定期的に行きたいです。ファンの方にプレゼントをいただいたので開封中。エコバッグだ。かわいい。ありがとうございます。あ、今日公園行きました。かわいい、スリッパだ。私さ、あんまフローリング掃除そこまでしないから、家でマジスリッパ履きたいなってずっと思ってたの。だからとってもね嬉しいです。ありがとうございます。あとあれですね、クレモ転売の稽古中もスリッパ履くので、稽古場で歩くたびにこうなるんだけどめっちゃおもろい。これ稽古中にさ、こう歩くシーンとかでポクポクポクってなっちゃう。かわいい、ありがとうございます。かわいい、シナモロールめっちゃ好き。
かわいい。はこーっと早速。お風呂上がりとかもね、寒いですから。ありがたい。皆さんからのお手紙もいつも読ませていただいております。わー嬉しいな。バメきたよ。お、よかった。え、かわいい。ラーメン作れるやつ嬉しいです。これレンジをねいただけた時に使おうと思います。グラビアもうすぐ。そうなの、なんか予約できるみたいです。もしくはね本屋さんとかでゲットしていただいて。めっちゃ楽しみなんだよね。グラビア福岡のスタジオで撮りました。あと外でも撮ったね。そうそう、お香をねいただいたんよね。テーブルクロス的な。あれか、ランチョンマットだ。これマジ2枚引いたら私のテーブル終わりそうっていうぐらいテーブルちっちゃいんだよね引いてみよう。ありがたい。皆さんのおかげで部屋が充実していく。
チンキビチキ、何の衣装のやつだろう。うわっ、ちょっと待って見て。でも髪型がかぶれんかもやけど、こちらをいただきました。サウナハット、ちょっと壁とどろかしてる。オレンジ、オレンジめっちゃ目立ちそう。すごい。トゥルン。トゥルン。ありがたいな。こちらの帽子もでした。
こう立てだ。私がおこう立てを持ってないって言ってた。ありがとうございます。これどうやって使うんだ。これはこうだと思う？それともこういうことかな？こういう感じかしら。ありがとうございます。お香さマジ炊けないなってずっと思ってたんだよね。炊いてみようと。わっ、金木犀の香りや。フフフ、家具。うわー迷うな。金木犀やな今日は。金木犀るたび、ララ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 お香立ても付属品でついてる。かわいい。これお香立てなんだって。すごい、なんかすごいね今時の商品って。癖ってさ、なんか落ち着くよね。ギタープレゼントしてもいいですか。でギターめっちゃあるんだよねお家に。めちゃめちゃありますギター。アコギもあるしエレアコもあるしエレキもあるし、ぜひ使ってくださいギターは。火をつけるやつ探しの旅に出ないと。どこ置いとったかな。
チなんですよね。あ、分かったぞ。真面目にあれですね、片付けした方がいいやつですね。シュウダイさんのラジオもうすぐ終わったんだね。なんか今あれらしいね、 WBC とかがあるからそういう時期らしいです。ももじょもさ、そう HKTBR もあるし、今日今夜はマシマシっていうそよ風マシオさんのラジオ、坂田シュウダイさんと同じ枠だと思うんですけど、19時から21時のそよ風マシオさんの今夜はマシマシっていうラジオをねよく聞いとって、でジャズがめっちゃ、ジャズが好き、あんま詳しくないけどジャズが好きなので聞いてたんですけど、それもなんか終わるって言ってた、今日ラジオ聞いてた。うん、なんかフルッフィーなチョコ、そう、一人暮らし始めてでまだ1ヶ月ぐらいだよ。RKB さんがそういう時期なのかな、ラジオがね。でももちゃんに関してはまいちゃんがねずっと出てきたラジオだったから寂しいですよね。
あ、ギターは今はないかな。事務所に置いてます。事務所と実家に。少し苦い人生相談で名前呼ばれた人って、呼ばれた時はどんな感じ？私は見ちゃうんだよね、めっちゃどんな反応してるかな。でも嬉しそうにしてる方もいれば、お見送りの時にね、ありがとうって言ってくる人もいますね。ギター弾きたいときは実家に帰る。そうだね、あのここにいるときは仕事が忙しいときですね。休みがあったら実家に帰りたいんだけど、そうだから時々実家に帰って配信してるときは次の日が休みとかちょっと余裕があるときですね。大抵例外もあるけど、わかにゃあんま家に来たこと、わかにゃんってかメンバーまだ呼んでないですね。ちょっと揃ってなさすぎるのと、まあ、春頃がいいかな。ねえ、しあさって卒業公演です。家に話せればありますか？ポケットティッシュの話せればもらって1個だけあります。そっか、ジッパーも開くのか。わ、パソコンの電源切れちゃった。ちょっとハゲてちょうだい、甘えて声で言われる背中のチーパー抱きしめたくなるんだ、抱きしめたくなるんだ。
あのプレゼントにこれ入ってるのめっちゃ優しいですね。カーペットクリーナー用カイテープめちゃめちゃ実用的。次に言ってみ。はい、次に言ってみたユニットはオラやデッドボディやってほしい。私もデッドボディやりたい、めちゃくちゃ。だからね、とりあえずあのコード譜だけもらって帰りました。コード譜を見てね覚えるもんなんだけど、ただちょっと解読がまだできてないので、まあ、ちゃんとね練習して弾けたらいいなと思います。ねねちゃんが3週間でさ、ギター始めて3週間でデッドボディやってるの結構バケモンだよね、すごいよね。声言ってしまったんだ。あったー、紙袋の中に。紙袋多すぎ問題あるんですよね、うちの家。こうも炊けて、 MacBook も、あーいい匂い、金木犀最高ですね。
チューラに見えてくる。ストラップネット使いました、ありがとう。うん、妹が今日で完全にゆかちゃん好きになったって言ってた。嬉しい、嬉しすぎる。一人暮らししてみてどう？いい感じですよ。やっぱり実家はね、甘えちゃうので。いい感じです。
お見送りってもう話しかけても大丈夫になりましたか？どうなんだろう、ちょっとわかんないけど、結構もうね、さすがにもういろんな、まあ、ないとは言い切れないけど、もうほぼほぼね、マスクももうしやんくてもしてもどっちでもいいよって感じだし、ようやくじゃないですか、なんかそういうの。配信見たよ、ありがとうございます。お見送りの距離が確かにちょっと遠いってこと？ちょいと、タイミング早い。そうなの。
ソックの弾き語りでゆかちゃんもやって聞いてました。バンドできないけどバンド楽しそうですよね。めっちゃそれ思う。すっごい贅沢なことですけど、その福岡に音楽番組を作りたいって TNC で番組出させてもらってるんですけど、 MC でね、それでグレイのひさしさんと松隈健太さんがダブルギターでツインギター、ツインギターで、あとバンドピューヒョロロさんってもう解散されたんですけどの方がベースとドラム入ってもらって、で私がボーカルで彼女のモダンを歌わせていただいた時だったんですけど、やっぱ最高でしたね。
めちゃくちゃ今見てた。クレームテンパイの稽古はそろそろコンサート終わったぐらいかな。そろそろですね。だから
对了，乌龙饭，你喜欢吃的肉吗？なんだ？喜欢吃なんとかだ肉吗？嗯。我喜欢乌龙饭。你喜欢吃？なんだこれ？什么？頑張り時にゆかちゃん今何頑張ってるの？4月にコンサートがあるのでそれをね今練習しております。フェスもありますね。そう、あさっては NID。 リアル好きなまさに愛だって。ネクストアイドルグランプリ、フォトナジュールはカラオケ屋さんの名前です。ほんでう
トダジュール、エルタンとねカラオケ行くということでしたので買いました。福岡でおすすめのお店とか観光あれば教えてほしい。いいね、なんかで屋台？屋台は結構いいよって聞く。私はまだ行ったことないんですけど。福岡のおすすめのお店でももつ鍋やっぱ行ってほしいな、福岡来たら。もつ鍋かな、山中かな、前田屋かな、美味しいとこいっぱいある。ご飯ごまさばいいね。キュウリがあることを思い出してしまった。明日キュウリ食べよっと。今でもいいですね、キュウリ。キュウリ食べちゃおうかな。キュウリなんてゼロカロリーですよ。あれは水です。シャキシャキした水です。松本まだ行けてない。おお、松本好きなんだよね。もつこどこだ？呉服町。へえ。いいね。キュウリ食べちゃいます。
ラルキー初めて行った。いいね、ラルキー私も好き。ちょっと量多くない？ラルキー美味しいけど。腹ペコの時に行きたいね、私と。てかなんならシェアして食べてさ、明太トーストも食べたいね。なんかツイッターで見たんですけど、キュウリってさ、こうやってなんかするといいらしいよ。こっちか。こうやってスリスリするといいらしい。したらなんか取れるんだって。本当よ、これツイッターで見たんだよ。なんかなんだっけ、ほらこんな感じで、えぐみか、えぐみが抜けるんやって。えぐみってよくわかんないけどね、キュウリの見てもこれえぐみらしい。ちょっとあんまわかんないけど、キュウリの味付けは私いつもね、味噌でさ、味噌だれ作って食べるんですけど、今日は何にしようかしら。なんかでも分かんなくない？これえぐみなのかさ、たださ、こすっとうけん泡出とうだけ、なんかえぐみらしいです。サボニンすごい、そんなあるんだ。じゃがいもはソラニンみたいな、あるよ、そういうテンション。やっぱえぐみを取るってことだよね。今日はお酢味噌にします。お酢と醤油と、最高や。味噌マヨネーズ、味噌マヨネーズじゃない、酢醤油味噌。いただきます。
栗が美味しい。なんとなくですけど、八百屋の野菜ってちょっと美味しく感じない？でルーロンファン食べる配信してたんでしょ。おいしい。嫌いな食べ物ないです。何でも好きかも。うん、そういえばいいね。美味しいんですけど、
きゅうり肉巻きにしたことないってか、肉巻きって何でも美味しいよね。でもみたらし団子もさ、肉巻きすると美味しいですよって見たことある。味噌がね、七味マヨネーズって美味しくない？七味味噌マヨネーズです。いや味噌が好きすぎてさ、マジで味噌食べてる毎日。味噌玉あと1個ぐらいだったかな。最近食べてないですあんまり。
仕事でいっぱい味噌作った。え、すごっ。おいしい。一味と七味どっち派ですか？私なんかなんとなく七味買っちゃうんだけど、福岡の人は一味食べる人多いと聞いたことがある。すごい分かれとる。めっちゃ、あ、辛い。一味の方が辛いんだ。七味、私は七味です。七味だな。シンプルな辛さ欲しいので一味派です。踏みで七味派です。へー、私七味買ったんだけど、なんか結構風味が赤唐辛子、いり黒ごま、陳皮、山椒、朝のみ、ケシのみ、青のり。へー、青のりが入っとるんやね。たまになんかさ、路面店みたいな感じで七味売っとうとこあるよね、ついでくれるやつ。浅草とかにありそう。ゆずこしょうも好き、いいですね。
ギターどこで練習してるの？基本実家か、あとそういうギター仕事が来た時はスタジオ入ったりとか。普通にみんなと一緒じゃないですか。てか掃除しようマジで。コロコロタイム。そうだね。掃除機はねいるほど広くないコロコロで済む。あとはクイックルワイパーもあるし、いらないですね完全に。花大さんと千鳥くん福岡スペシャル。てか福岡ってマジでね最高だよ。
タイピング早。そうなの。パソコンはマックです。明日も公演あるのか。私パジャドラ最近全然出ないんだよね。多分君はもっとできるよ、リリースしてから出てないです。っていうのも多分ポジション組むのが大変なのかな、ちょっとわかんないけど出たいですね。キムチの人と認知された、なんで何の棒が長いの使い勝手いいよ、何だろう。そう、葵ちゃんとみるんちゃんと同じポジですね。こんばんは。なんかお話しますか？今も WBC やっとんか。ココテンが一番、そうだね、ココテンがね一番大変です。何ああいうタイピング選手権って、今日のココテンで友達とめっちゃ好きになった、嬉しいんですけど、なんかやっぱパフォーマンスを見てさ好きって言ってくれる人嬉しいです。
ぱいね公演する機会があるので、初めてゆかちゃん見て、今日のゆかちゃんの声ライン伝えるラインがすごい勢いできてる。え、どんなこと言ってくれとっちゃろ。寿司出してる寿司出してない。寿司で私意外と早くないんだよね。頑張って早く歌って思うとさ、なんかあれじゃない、寿司だってちょっと、あ、やばい、ちょっとクッション引きたい。あれ？クッションどこだ？さすがにクッションは。なんか見て、これちょっとちっちゃめ。なんかむず、あ、やばい。お洋服よいしょ。ツイッターを見てみよう。バンプオブチキンのライブ見てました。いいね、バンプオブチキンさん。どんな曲が好きなの？今日レディオネームっていうファンの方からのお便り一通読む曲でさ、私読む担当だったんだけど、明日から遠距離なんですっていう、お便りをね読ませてもらいました。やば、ツイートして14秒の人のツイートいいねしちゃった。めちゃくちゃエゴサしてる人だと思われてる。絶対に違いますよ、今たまたまエゴサしてるだけですよ。
横浜めっちゃ部数あるのにさ全部完売してるのすごくない？5部あった時間分完売してる。日曜日は4だから9部分か全部で。すごいですね。いやありがたいです本当に。すくいね切ったからびっくりした。そうなの。でもなんかわーなんか美味しそうな麺食べてる人いるんだけど普通に。これどこだ、これどこなんだ教えてくれ。これはどこのお店なのか。小田市海浜公園、ゆかちゃんコールはブランクあった割には全力でできたはず。うん、不毛の土地、不毛の土地を満開にっていう句が一番あれだね、キレキレというか激しい。好きですとっても。なんか美味しそうな麺のツイートがあるんだ。その九州かハッシュタグでつけとく人いいなー。これ食べたいんだけど、どこの麺だろう。麺大好きなんだよな。コールは慣れてないと難しい。いやマジでそうだよね、すごいです本当に。いうね、かわいいよね。ちょっと行きたいお店がいっぱい。食べ物のこと考えてる時間が一番楽しいですね。
あら引っ越しましたでゆかちゃんコールしたかった。ああね確かにね。いやーリセットめっちゃね好きだったね本当に。公演してる時一番後ろの席まで見えてる。餃子のリーに行ってみたい。役員にありますね。届けたい DJ。 炊飯器2台絶対いらんな。うん、もうそろそろ夜も更けてきました。あ、ジャズがずっと流れてる喫茶店おすすめ。行きたい。どこ？ジャズいいですね。皆さんがいろんなお店教えてくれてさ、行きたいお店がめっちゃ溜まってる。メモしとこうって。料理用とお米用。なるほどね。もうあれです、私 IH マジ1個しかないんよ、丸が。だけもう炊飯器マストで使っちゃえばいいんだ。お米炊きつつ料理で炊きつつっていうね。なかなか攻めた生活じゃないそれは。ご飯屋さん、役員に住みたい。まあ、好きなさエリアに、エリアから近いとこに住むのがいいよね。ちょっとメモっとくね。ジャブ、さすが、ありがとうございます。いっぱい終わってくるっていうか、まあ見れないなら別にどうぞ。肉肉うどん、肉肉うどんいいね。私も肉肉うどんのさ、それ食べたらよかったんや。うま辛つけそば。今度行った時食べよう。肉肉うどんはさ、ポンプラザ、今度あの舞台やるポンプラザからも近くて、だからねたまに行ったりしてたんだよね。でさ、あの生姜めっちゃ入れたうどん食べたんだけど、やっぱ生姜って思ったんですよね。すごく美味しそう。肉肉うどん好きです。あと桃色大飯店。あとはウェイハイトワエリンタン、
ごそう、肉肉うどん行ったことある。で私はねやっぱスケさんとねウエストとマキの美味しいよね、ほっとするよね、めっちゃ好きですね。メモメモ。ラーメンもいいね。カップ麺というか袋麺というか麺がめっちゃいっぱいあるんだけど、意外と全然食べてないから今度食べようと。うまかっちゃんが好きです。よし、メモ完了。ではでは、またお会いしましょう。美味しいご飯食べてね、みんな。あのルーロンファン良かったですね、個人的には。無印良品。福岡での朝食はふすけさんクエストです。いいですね。ぼたもちいいね、私のおばあちゃんも好き。わ、巻きのうどん食べたくなってきた。ではでは。なんか気づけばめっちゃ配信してた。ありがとうございました。ライブランキング読みますね。13位からトナタンプニスケシゲササドン、ハルナ、シロッチ、タダタンタン、ヤマポ、ダイゾ、サンガ、ベスト3が3位がワカー、ありがとう。いいが肉、ありがとう。そして1位がノブ、ありがとう。そろそろももじゃ最終回ねえ、本当にそう、収録よってやつね。ではでは、よく頑張りましたね、今日も一日。よしよし、ではバイバイ。